スローエンゼルの日記。スローエンゼル、モロベイへ。スローエンゼルフライウェイ。スローエンゼルへとモロベイ。皆さん、こんにちは。今日、スローエンゼルはモロベイに来ているようです。ここは、スロー、サンルイスビスポの、私のアメリカの家族の家から、車で約1時間弱のところです。お天気に恵まれて、ブルースカイが綺麗です。大きな船も見えています。今、スローエンジェルの後ろに見える。今、スローエンジェルの後ろに見えるのは、モロロックと言われるものです。スローエンジェルは何かを見ていますね。そう、ここではラッコやオットセイを見ることができます。では一緒に気持ちよさそうに泳いでいる様子を見てみましょう。What do you think, Shorty? Does he see him? Huh? Does he see him? Yeah. Well, I don't know if he can see. I mean, he's hidden camera. Yeah. There was a video on the news not too long ago. One of the babies got separated from the mom, and so some fishermen picked her up, and then they came back into the bay here, and the baby cried, and the mom came there, and then.海沿いの町なので、たくさんの大きな船や小さな船を見ることができます。また、普段見ることのできない珍しい植物に会うこともあります。このとっても大きい丸い岩、これは火山でできた岩です。少し歩いてみると、こんな植物もありました。では、スローエンジェルがカメラで写真を撮り始めたので、彼女についていきましょう。これは何でしょうか？モロベイには何度も来たことがありますが、ここは初めてです。
軍事博物館のようです。周りを先に見てみましょう。ここに詳しく書いてますね。興味深いです。実際に使われたものをこんなに間近に見るととっても迫力があります。すごく大きいですね。初めて見ました。中にもありえるのでしょうか。では、この続きはパート2でおしまい。